早速、はい、ショートコースまでやってきました。すごい綺麗なショートコース、ね、すごい綺麗ですよね、うん、さっきちょっと見たけど T も芝でしたもんね。マットじゃなくて、ね、結構マットのとこ多いですね、うん、結構綺麗結構噴水もあるし今市川ゴルフ場の支配人さんと一緒に4番ホールに向かっております。なんかグリーンとかも綺麗な、めちゃくちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗、さすがアイアン発祥の地、ゴルフに力が入ってますからね。はい、じゃあ宮本さん、杉山さん、はい、お疲れ様です。早速打っていきたいんですけれども、はい、このアイアンどこで手に入るんですかっていう話をまだしていなくてですね、あの教えていただければと思います。はい、丸山さんのですねプロデュース、市川アイアンプレミアムシリーズはですね、インターネットのネット販売の方で主にやらせていただいてます。2本で1セットなんですよね。そうですね、2本で1セット、はいはい、どちらも定価が6万円という形になってます、うん、税別の6万円ですねという形になってます、はい、ぜひ皆さん検索してみてください。どしどしよろしくお願いします早速打ってみましょうか、はい、まずは A と52、うん、A と52、はい、S と K のタイプを打っていきます。はい、簡単な方、うん、K タイプから打ってみたいな、はい、やっぱり普段使ってるのと顔の形がかなり違うので、うん、ちょっとグースが入ってますね、うんうん、じゃあ早速打ってみます。そう、ありがとうございます。なんか少しこうグースがある分捕まってきてくれるんで、簡単には飛ばせる感じですかね、普段使ってるアイアンよりかは。では次タイプ S。 はい、はい、すっきり顔すっきり顔で、おお、いい音だ。止まりますね。これはすごい抜けがいいですね。うーん、ヘッドのですか。はい、へー、なんかもうどっちも打感がやっぱ柔らかいので、パンっていうのが全然ないので打ちやすいですね。狙ったとこ打てそうって感じはなんか出てますよね。やっぱイメージが出しやすいんですかね。どっちも見た構えた感じが構えやすいので、うんうん、なんか私はやっぱ自分の使ってるのと似てる方をの方がやっぱイメージが出しやすいですけど。じゃあ次はバンカーから打ってみましょう。はい、じゃあ K から打ちやすそうと。すごい。それは52ですか。これ52です。はい、ちょっと距離あるね、はい、52ですからね。私自分の使ってるウェッジがもう5年くらい使ってるやつだから溝がなくなってる溝がなくなってるからちょっともう今度 S で、はい、タイプ S、 それも A、 はい、 A です、はい、A だから
度数は同じ、同じです、はい、止まった、ピタッて止まりますよ。多分こう、うん、内くるみでないと触らないと思うんですけど、うん、やっぱ抜ける感じが全然違いますね。こっちちょっと小顔なので安心感があるのはやっぱ軽なんですけど、振り抜きの感じはやっぱパンって抜けるのはちょっと S の方が抜ける感じがあります。じゃあ、予選の方もちょっと打ち比べてみてください。はい、タイプ S。 入るじゃん、入ったよ、入ったよ。これ持って帰ります欲しくなってるこれも感想言ってていいんですか。言っていいっすよ。次タイプ K の方でお願いします。おお。入る入る入る。おお。どうでしたタイプ K は。ですね、やっぱりあの大きめだから安心感があるんですよ、基本的に構えた時の。でいつもこう同じ打ち方をしたいなとか小細工したくないなって人にはすごいタイプ K は合ってると思います。ただこういろんなこう操作を自分でしたいなっていう人にはやっぱり S の方が開いたり閉じたりとかしやすいので、常に同じ打ち方をしたい人は K の方打ちやすいかなと思います。せっかくなんで、せっかくお兄さんも姫路にやってまいりましたので、ぜひ打ってもらいたいなと。私打つとこ見るの初めてなんですよね。そうなんですか。直接。それはタイプ K ですか？タイプ K。オートマティックアプローチ。なんか普通のエッジと違いますね。うん、なんかバンスがある分ちょっと手前から入っても抜けると思うんですよね。練習が必要だなと思いますちょっと待って僕だってそれ上手い人じゃないからさただ雰囲気としてはアイアンにすごい似てる、普段使ってるアイアンに似てます。あ、そうなんですね、うん、ウェッジにじゃなくてアイアンに似てるんですね。6番から9番までのやつがこう分厚くってすごく似てるんですよ、はい、やっぱグースがある分ですかね、はい、それは。僕とかってまだゴルフやって3年とかなんですよ、はい、なのでそのアイアンウェッジ持った瞬間になんか違うじゃないですか、ウェッジって形が。あー、なるほどね。構え方も分かんないから、はいはい、そういう人にはいいんじゃないですか。いいですね、お兄さんそのコメント、うん、全部同じ雰囲気で打ちたい方には。そうそうそう、だって例えばですよ、どう構えていいかも分かんなくなりました、ウェッジとか持った瞬間に形が丸っこいしみたいな。丸っこいし平べったいし。なるほど、これタイプですね。はい、あと次、うん、回ったとこに行ったカメラ回るとやっぱ緊張しますよねだけど、え、でも一番入った。お、近い。これ滑りますね、やっぱり。なんかソールの感じが全然違いますよね、 S と K。あとはスイカ。うん、
でもいい音してましたけどね、うん、こうサッと入りますね、ボールの下にね、滑りますね、 そこがやっぱりこうサッと入りますよね、こうとねそのジェスチャーが面白かったボールの下くぐっていく感じがします、あの薄い分入っていきますよね、うんうん、やっぱりそう、これはもう本当80ヤード90ヤードとかで、うん、ガスってフルスイングしたいですよね、110ヤードとか、ね、あやっぱグースがついてるからフルショットはしやすい感じですよね、したくなる、うん、まあ僕の意見が参考になるか分かりませんが参考になると思います同じくらいの人はいやでもさっきのなるほどなって思いました、そのアイアンと形が違うからちょっと打ちにくいみたいのっていうのを、私その感覚がやっぱりちょっとなかったんで、ウェッジはもうその形っていう、ウェッジはウェッジですよ、はい、ウェッジはウェッジっていう印象が強いんで、うん、なるほど、全然違う、アイアンにしか見えないもんこれは普通の、あー、うん、はいはいはい、形が全部もうアイアンにしか見えない、うん、100とか110くらいの人はこれでいいと思うよ、5分くらいの、でもこれもいい、そうですね、私はやっぱり S タイプがさって入るいいかなとは思いますけど、うんうん、流れをね変えたくない人には K タイプ、うん、お疲れ様でした、はい、今日の旅の感想お願いします、はい、やっぱりこんなにクラブを身近に感じることってないというか、なんかもうクラブ大事にしなきゃなって思いましたね、 ありがとうございます、だってもういろんな方々の手を加えていって今のこのウェッジが出来上がってるっていうのを間近で見たら、はい、もう綺麗にしなきゃいけない大事にしなきゃいけないって思いました、 ありがとうございます、面白かったです、すごくありがとうございます、で、あのウェッジの方はですね、市川アイアンと検索していただいたら市川浩二殿のですね商品が、はい、あの他にもありますので、あのそちらの方も見ていただいたらと思います、ここのゆるキャラ、はい、ひまりんひまりんこれ出ます、で、まあ、出ますよ出ますよゴルフしてるんですよそれだけゴルフが身近な町、そうですね、なので、はい、これゴルフしに来てくださいってあのだって見学もできるんですよね、工場とか、工場見学もね、あの予約いただきましたら、うん、はい、あの可能な、可能ですので、またあのいつでもお問い合わせいただいたらと思います、はい、ぜひ皆さん検索してみてください、はい、します、ありがとうございます、今日は宮本さんありがとうございました、勉強になりました、ありがとうございました、はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか、なんと今回丸山茂樹プロデュースの市川プレミアムシリーズエッジをなんと視聴者プレゼントをしていただけるという、はい、しかも豪華に2本1セットを1つずつ、はい、計2セットってことですかね、そうですね、2セットをプレゼントしていただけるということで、はい、ちょっと私も欲しいなって思ってるんですけど概要欄にありますのでぜひ見てください、タイプ S はブラックの注文も可能なんですか、可能です、お K の方は選べない、あそうですね、 K の方は1色だけになってます、はい、タイプ S のみ2色の展開になってますので、ご注文の際に、うん、どちらの、ね、色がいいか、まあ、選ばれた人に質問するっていう感じで、はい、はい、選んでいただきましたら、はい、対応させていただきますので、じゃあぜひ皆さん応募してください、応募してください、ありがとうございます、よろしくお願いします。